どうも、淡路の木床屋です。出勤から21日経ちました。菌の周りが早いものとそうでないものの差がすごいです。温度は平等なんですが、湿度か酸素が原因でこの差が出ていると思います。こっちはよく回ってますよね。こっちはほとんど回ってません。あと以前この袋にぴったりついた方が横の広がりが早いんじゃないかっていうことを言ったんですけど、これを見てもらうとかなり早く横に広がってます。これと見比べても左の方が早いのがわかります。今日は以上です。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。